ガブリエレ・ファロッピオは、イタリアの解剖学者、医師。ラテン名のファロピウスとして知られることが多い。16世紀を代表する解剖学者、医師の一人。ファロッピオは、モデナで生まれ、パドバで没した。彼は、貴族の出身だったが、貧しかったため、教育を受けるのにも、非常に苦労した。経済的困難のために彼は、聖職者となり、1542年に、 モデナ大聖堂の立修治祭の職に就いた。その後当時のヨーロッパで最も有名な医学部のあったフェラーラで医学を学んだ。1548年にアントニオ・ミューサ・ブラッサボーラの指導の下医学博士号を取得した。学位取得後は様々な大学の医学部で働くとともにフェラーラ大学で解剖学教授となった。彼の教え子の一人にジローラモ・ファブリッジがいる。 翌年当時イタリアの主要大学だったピサ大学に招聘される。1551年にはトスカナ大公孤児も一世に招かれ、パドバ大学の解剖学及び外科学の教授職に就いた。パドバでは植物学教授と植物園長も兼ねた。彼は40歳にも満たないで没したが、解剖学に名を残した。当時は解剖学の黄金時代で、 ファロッピオの同時代には、ベサリウス、エウスタキ、レアルド・コロンボなどの大学者がいた。ファロッピオが彼ら偉大な発見者たちに嫉妬したために、しばしば彼らの業績に対して、批判や訂正を行ったのだとする主張もある。しかし医学士の権威であるハインリッヒ・ヘーザーによれば、ファロッピオは、同僚の学者、特にベサリウスに対して控えめで、敬意を払っていたことで知られており、 それゆえ彼が訂正を示唆したのは科学としての解剖学の進歩のためであったという。ファロッピオ自身の研究は主に頭部の解剖についてなされた。彼は内耳に関してそれまでの知見に多くを加え個室とそれを含む骨の輪との関係について詳細に記述した。また彼は声援窓、卵丸窓とそれらの前提。 下牛との交通についても細かく記述している。ニュート突ハチスと中耳のつながりについて初めて指摘したのもファロピウスだった。目の涙感についての記述は先人を超え、古い骨と鼻の細胞についての詳細な説明も行っている。ファロピウスは骨と筋の解剖についても価値ある貢献を行っている。特に筋の分野で彼は ベサリウスの研究を訂正している。また、男女の生殖器についての研究も行っており、卵巣と子宮をつなぐ卵管は今日彼の名前を冠して、ファロピウス管とも呼ばれる。側頭骨内にある、顔面神経が通る管も、また、彼にちなんでファロッピオ管と呼ばれる。臨床医学へのファロピウスの貢献も、また重要なものがある。彼は、 高校教を初めて耳の疾患の診断と治療のために使用した。また外科に関する著述にも興味深いものがあり、海洋と腫瘍に関する論文を二つ、外科に関する論文を一つ、またヒポクラテスの頭部外傷に関する書籍についての書評も書いている。ファロピウスは当時性病の権威とみなされていたようで、梅毒に関する論文の中で、 コンドームの使用を唱え、またそれについて、最初の臨床試験と呼べるものを行っている。ファロピウスはどんな治療法についても、関心を持っていたようで、温水療法についての論文、歓迎薬についてのもの、薬の製法についてのものも書いている。これらの解剖学以外の論文は、彼の生前には刊行されておらず、今我々が目にできるのは、 彼の講義用の思考と学生が取ったノートだけである。これらは1575年にニュルンベルクでボルヒャー・コイターによって出版された。ありがとうございます。